練習始まってる時間だ。みんな来れたらでいいとは言ってくれてたけど。あっ、東也くんは丁寧に音を取りすぎてコンパクトにまとまってるのが少しもったいないね。なるほど、わかりました。ではもう少しラフに踏み外すくらいの勢いでやってみます。そうなると、すまないがアキト、さっきより間を置いて歌ってみてくれないか。ああ、わかった。歌いながらバランス見てやってみる。すごい真剣だな。それに、空気が張り詰めてる。みんなすごく集中してる。でもそうだよね、あの3人ラダーがデビューした場所で私たちのイベントを開けるんだから、その頃のタイガさんたちはまだ高校生で、私たちと同い年くらいで、そう考えたらなんだか近い場所にいる気がするな。私も頑張らなきゃ。それにさっきのタイガさんの話も。あ、小羽ね、タイガおじさんとの練習終わったんだ。お疲れ様。あんちゃん、ありがとう。それにみんなも遅くなっちゃってごめんね。気にするな。最初からあずさわは来れそうなら来るという話だっただろ。それで今日はタイガさんとどんなことをしてきたんだ。町の人たちの写真を撮ってきたんだ。それがどう歌につながってるのかはやっぱりわからなかったけど。そうか、また風変わりな練習をしているんだな。お、あずさわも来れたんだな。そんじゃ、せっかく全員揃ってんだ、そろそろ練習は切り上げてイベントについて話しておくか。ああ、今後の練習方針を固めていく上でも早めに話しておくに越したことはないだろう。そうだな、あの箱の客は目が肥えてるから念入りに行きたい。オーナー主催の定期イベントならまだしも、他人のイベントに貸し出すっていうのは滅多にやらないしね。それだけ注目度も高いはずだよ。まあ逆に言えばでかいチャンスってことだな。今からワクワクするよね。で、どんなイベントにしよっか。そうだな、前回はテーマを決めたが今回は。あのみんな、ちょっと話したいことがあるんだけど、いい？お、どうした？あのね、その、次のイベントのことなんだけど。私、オープニングアクトをソロでやってみたいんだ。どういうことだ？お前が一人で？うん、実はさっきタイガさんに。そっか、タイガおじさんからそんな話が。なるほどな、あずさわは確かソロの経験はあるんだよな。はい、みんなとチームを組んですぐの頃に経験を積むためにやってました。少しだけなんですけど。つってもあの頃選んでたのはそんなにでかいイベントってわけじゃねえ。今度のクロールグリーンでやるのはわけが違う。うん、それはそうだよね。だが俺たちは勘違いしていたのかもしれねえな。俺たちが思う以上に小羽の力は。俺は
ありだと思う。え？小羽の実力を考えりゃソロでやんのが無茶とは思わねえ。もちろんもっと練習して仕上げる必要はあるが、それにもしお前がまたステイゴールドの時みたく飛躍すんならやってみる価値はあるんじゃねえか。お前が上手くなりゃその分だけ俺たちの力になるしな。少なくとも俺はお前の歌にかけてもいいと思う。東雲くん、俺は何とも言えないな。はっきり言ってただソロをやるだけなら小羽ちゃんより俺の方ができると思うから。だけどもし今よりも上に行く鍵を小羽ちゃんが持ってるなら、それが何なのか俺も見てみたいな。上に行くか。私は小羽がやりたいって言うなら応援したい。もしみんなが良ければ小羽がソロをやる前提で進めてみない？まだ本番まで時間もあるんだからさ。ああそうだな、一度それで合わせてみてから決めればいい。少なくともあずさわの実力に疑いはない。俺も異論はねえ。東雲も言ってたが、あずさわなら前のステイゴールドみてえにとんでもない化け方しそうだしな。ありがとうみんな。私何かつかめるように頑張るね。抑揚のつけ方がまだ甘いな。もっとはっきりつけて歌わなきゃダメだ。私がゼロからお客さんの気持ちをつかむんだ。もっと勢いを作らなくちゃ。タイガさんに見てもらうの最後になるかもしれない。それにクロールグリーンでやる大事なイベントを私の失敗で台無しにしたくない。すごい集中力だね。最近の小羽ちゃん毎日あんな調子なんだって？うん、チーム練習以外でもビビットストリートとか野々木公園とかいろんな場所で歌ってるみたい。一昨日なんか気づいたら夜中になっててお父さんにすごく怒られたって話してたよ。一昨日っつうとチーム練の後か。そうか、あの後そんなに残っていたのか。はあ、さすがお前らと練習してるだけあって見かけによらず体力あるよな。ただ少し気になるのは今の歌だが。すまないあずさわ、少しいいか？あ、大丈夫だよ。みんなどうしたの？歌声に少し力が入りすぎている気がしてな。一応言っておこうかと思ったんだ。やっぱりトーヤたちもそう思う？なんだろう、まだ本調子じゃなさそうな感じがするよね。あ、そうか、気合入ってていい声だと思ったが。あー、私たちはずっと小羽の歌聞いてるからね。一番調子いい時との違いがちょっとわかるっていうか。歌には出ないようにって気をつけてたんだけど、みんなには分かっちゃうんだ。やっぱり難しいな。イベントの印象を決める役目だって考えるとどうしてもプレッシャー感じちゃって。まあそりゃそうだろう。つっても出来が悪いってわけじゃねえんだ。ああ、あずさわはもう十分な場数を踏んでいる。いつものように練習すればきっと大丈夫だ。うん、ありがとうみんな。あの、遠野さん、三田さん、
少しでいいので練習を見てもらってもいいですか？お二人は私よりずっとソロの経験もありますし、もし何か気になることがあれば教えてほしいんです。疲れなんて知らないって感じだね。それじゃあっちで少し続けようか。よっしゃ、もちろん俺もいいぜ。日が暮れてきたし、今日の練習はここまでにしとくか。あ、遠野さん、三田さん、ごめんなさい。結局、私の練習にずっと付き合ってもらっちゃって。そんなの気にすんなって。いくらでも付き合うから、何でも相談してくれよ。まだちょっと硬いところはあったけど、本番までに慣らしていけば大丈夫じゃないかな。あ、はい、ありがとうございます。ちゃんとできるように頑張ります。小羽根、毎日すごく頑張ってるな。私も何かしてあげたいけど。そうだ、あんちゃん、明日の打ち合わせなんだけど、休養ができて行けなくなっちゃったんだ。あ、そうなんだ。じゃあ私だけで行こうかな。明日時間ある？それからアキトとトウヤも。うん、明日は飼育員も当番じゃないし、早く帰ってどこかで練習しようかなって思ってたけど。俺は放課後は図書委員の仕事があるな。だが希望を伝えれば早めに抜けさせてもらえるはずだ。俺も大丈夫だ。バイトも入ってねえから、いつものトレーニングをやる予定だったが。じゃあ、私たちでクロールグリーンに行こうよ。え？クロールグリーンに？うん。小羽根とトウヤはまだどんなライブハウスなのか見たことないよね。実際に見てきたら気合も入って、小羽根のリフレッシュになるかもでしょ？一石二鳥じゃない？あ、そっか。私も行ってみたいな。どんなライブハウスなのか見てみたい。俺も行ってみたい。ケンさんたちがどんな場所でデビューを飾ったのか気になっていたんだ。いいかもな。俺もあの人に伝言で言われっぱなしってのも落ち着かねえし、行くか。みんなありがとね。悪いけど任せたよ。オッケー。それじゃあ明日は学校帰りにうちの店に集合してクロールグリーンで打ち合わせってことで。